中東戦争レバノン侵攻レバノン侵攻は2006年7月にレバノンのシーアハブ総組織ヒズボラとイスラエルの間で発生した戦争である2006年イスラエルヒズボラ戦争7月戦争第2次レバノン戦争などとも呼ばれる2000年5月にイスラエル首相エフードバラックによるレバノン占領地域からのイスラエル国防軍の一方的撤退が実行された だが、この撤退は、国際条約や国連監視団の駐留を含む、ものではなく、2006年前半には軍備を増強し、イスラエルと敵対するヒズボラと、イスラエル国防軍の緊張が高まっていた。実際2006年5月以降、イスラエル北部国境の町キリアットシもネに、カチューシャロケットが打ち込まれている。ヒズボラは越境攻撃を可能とするために、数年間かけて、 情報収集を行い、さらに、イスラエル国防軍兵士誘拐作戦に備えて、半年間の訓練を行っていた。国境侵犯攻撃作戦は、IDF 国境警備隊の順番が、ドゥルーズ派兵士たちに代わる情報を受けて早められた。つまり、IDF の内部情報はヒズボラに筒抜けになっていた。2006年7月12日午前9時、ヒズボラは、 国境付近のイスラエルの町々へ迫撃砲及びカチューシャロケットを撃ち込み始めイスラエル側に11名の死者を出した。これは国境侵犯攻撃作戦を可能にするための陽動作戦であった。5分後ヒズボラはイスラエル国境を侵犯、偵察中の部隊に向かって対戦車ミサイルを撃ち込んだ。この時 IDF 兵士3名が戦死2名を捕虜にしたが、 その時点で兵士たちが生きていたかどうかは定かでない。しかし、イスラエル情報当局は彼らの生死について確実な情報を入手することができなかったため、イスラエル政府は2年間にわたって保虜奪還の姿勢を取らざるを得なかった。これはヒズボラ側との交渉に利用され、また、拉致障兵の家族たちを混乱させた。IDF は戦車部隊を出してヒズボラを追い、 レバノン領内に侵入したが、対戦車地雷を踏み戦車兵4名が戦死。さらに脱出した1人が狙撃された。損害を拡大した IDF は、ヒズボラとの海戦を決断。ここに戦争が開始された。空爆の対象は、ヒズボラ支配地である南部の幹線道路、発電所に始まり、継続的にレバノン全土へ拡大し、数日のうちに、ラフィク・ハリリ国際空港も破壊。 ベイルート港は海上封鎖、テレビ局、携帯電話の基地局も攻撃され、レバノンの国家機能は麻痺状態に陥った。また、ヒズボラの拠点とされるベイルート南港、北部のシリアとの国境地帯、東部のベッカー高原、南部のスール、サイダなどが攻撃を受けた。レバノン南部の火力発電所への爆撃で、石油貯蔵タンクが破壊され、 1> 約一万五千トンと推定される重油が流出し、環境破壊が生じた。対してヒズボラは、南部から必要に、ロケット攻撃を行い、イスラエル北部の都市、ハイファに、着弾、被災して死傷者が出た。IDF は当初、空爆のみでヒズボラを殲滅できると考えていたが、ヒズボラは、レバノン市民に紛れており、根拠地も、住宅地の中にある上、攻撃の度に移動するため、 予想通りには弱体化せず、かえってイスラエル人がロケット攻撃で死傷する事態となった。このため、地上軍による直接戦闘により、ヒズボラを壊滅させることを決断した。7月17日、イスラエル特殊部隊が越境して進軍、ヒズボラと戦闘して帰還した。7月22日には、地上軍本隊が越境、ヒズボラ支配下にあった南部の二村を占領した。 ヒズボラは国境沿いの村落に地下陣地を建設して守りを固めており、イスラエル国防軍はこれらの陣地を事前に探知できていなかった。侵攻の戦闘に立ったメルカバ戦車や装甲兵員輸送車はヒズボラ側の対戦車ミサイルで大きな損害を受け、イスラエル国防軍の侵攻は父として進まなかった。予想外の展開にイスラエルは 予備役の動員を拡大し戦力を増強して対応した。目標はリタニカワイナンのレバノン領土の占領とヒズボラ戦力の撃滅とされた。7月26日、イスラエルが攻撃目標を拡大したことから国連レバノン暫定中流軍への被害が増え始める。レバノン南部での停戦監視に当たっていた UNIFIL の施設に爆弾が直撃し、中国、 フィンランド、オーストラリア、カナダの監視要員ら4人が死亡。国連暫定軍は25日午後にも施設付近への爆撃が14回あり、4人の捜索活動を行っている間にも空爆が続いたとしている。国連事務総長のコフィー・アナンはイスラエルの首相が国連施設への砲爆撃を行わないと保証したにもかかわらず事件が起きて、 ショックを受けていると声明を発表し、南部レバノンの国連軍司令官が IDF 側と繰り返し接触し、事態を防ごうとしていた矢先だったと明らかにした。それに対し、イスラエル側は意図的な攻撃ではないとして、アヤロン中米国連大使が遺憾の意を表明し、国連施設がヒズボラの戦闘に巻き込まれたことを認めた。イスラエルの軍関係者は、ヒズボラの部隊が IDF の反撃を避けるため施設から数十メートルの地点でロケット砲を発射したと主張し、国連職員に施設からの退避を求めたと述べた。この件に関して中国政府は激しく抗議し、国連安保理で避難決議を提案したが、アメリカが難色を示し、安に攻撃を批判する議長声明にとどまった。7月29日には、 全土を空爆する中で南部を占領していた地上軍が任務官僚として引き上げた。またこの日、アメリカのライス国務長官はレバノンとイスラエルを歴訪して停戦の仲介を提案した。両国政府は好意的に反応したもののヒズボラは反発の姿勢を見せた。またヒズボラは射程1 0 0トルの新ミサイルを攻撃にしようハイハ近郊に着弾し、 攻撃目標を拡大するとした。7月30日、イスラエル空軍は、レバノン南部の街ナ内の空爆を開始、ヒズボラが潜伏すると思われた、中心部への二度の空爆で、37人の子供を含む56人が死亡、多数の負傷者が出た。ライス国務長官のレバノン訪問中に起きた、この惨事により、イスラエルは国際的な非難を浴びた。これにより、 イスラエルは7月31日に48時間の人道的空爆停止に同意した。しかし、自衛目的の攻撃は続けるとしたため、停戦時間中も断続的に空爆を行った。8月1日深夜から2日にかけ、IDF は特殊部隊によるベッカー高原のバールベックへの空爆を実行し、レバノン市民18人が死亡、5人を捕虜とした。 停戦の終了する2日から3日にかけて、イアフは、レバノン全土に対する空爆を再開した。南部では、IDF とヒズボラの地上戦も再開され、激しい戦闘となった。レバノンのフワードシニオラ首相は3日、IDF の攻撃で、これまでに900人以上が死亡、3000人が負傷し、人口の4分の1の約100万人が避難所生活を余儀なくされていると述べた。 また、死傷者の3分の1は12歳未満の子供だと主張した。同日、世界の子供を支援するイギリスの非政府組織、セーブ・ザ・チルドレンは、IDF のレバノン攻撃による死者のうち45、45%が子供であることを明らかにした。同組織が確認したとする、死者数は615人で、子供が33%を占めているという。また、 同日付のイギリスの日韓紙インデペンデントが国際連合児童基金の推計として報じたところによると100万人近くのレバノン人が避難民となっておりその45%が子供だとした8月4日イアフワカーへ空爆を行いシリア人やレバノン系クルド人の農夫33人が死亡した一方ヒズボラ株組織はティルス周辺から 長距離ロケットにより、ハデラを攻撃した。IDF は、5日、深夜1時、ティールス北部のオレンジカジュエンに、ヘリコプターで降着、ヒズボラ陣地と見た兵を越えて侵入した。アパートメントの2階を砲撃し、10人数名が負傷した。ヒズボラ兵士との銃撃戦となり、イアフ武装ヘリコプターが支援した。これに、レバノン国軍が、地対空ミサイルを発射するが反撃され、 地上のレバノン軍戦車に着弾、レバノン兵数名が負傷した。午前4時に IDF は撤退したが、ヒズボラ7人、レバノン軍兵士1人が死亡、IDF は8人が負傷し、ハイファのラムバム病院へ空輸された。8月5日、フランスのドラサブリエール国連大使は午後開かれた国連アンポリでレバノン情勢に関する決議案を提示した。6日、 カタールの衛星テレビアルジャジーラはヒズボラがイスラエル北部の都市キリアトシモナにロケット弾攻撃を加え12人の IDF 兵士が死亡6人が負傷したと伝えたこれ以降ヒズボラによる必要なゲリラ攻撃により IDF の戦死傷者が急激に増加した国連による停戦案はイスラエルよりのアメリカとアラブよりのロシア中国の間で イスラエル撤兵後にレバノン南部に展開するレバノン国軍と UNIFIL がヒズボラをどのように武装解除するかで衝突したがアメリカが採決直前で武力による強制武装解除の案を取り下げ実質的にヒズボラの兵力は温存されることとなった停戦案は8月11日に可決採択された8月13日戦闘は継続していたが イスラエル政府は国連の停戦決議を受諾することを発表した。翌8月14日午前8時、停戦決議に基づき IDF に対して停戦命令が下った。ただし、自衛のための攻撃は許可されていたため、小規模な空爆や戦闘は継続した。また、停戦安定時から実現まで IDF は1800発に及ぶクラスター爆弾を ヒズボラ攻撃に使用し、その不発弾が問題となっている。これ以降、IDF は1ヶ月をかけて、レバノン国軍と UNIFIL に占領地を、明け渡し、自国領内に撤収した。UNIFIL はレバノンに影響力のある、フランスが主体となることを、国連やアメリカも望んだが、先制攻撃を禁じられる上に犠牲を強いられると見た、フランスは、 公兵200名程度の少数派遣にとどまり、イタリアが2000名以上の兵力を派遣することで、合意、9月に、レバノンへ上陸し、2007年3月以降は、イタリア軍に指揮権が付与されることとなった。また、トルコなども大規模派兵を表明している。10月1日、IDF は、国境沿いの数カ所を除き、レバノン領内から撤退した。この紛争で、IDF は、 累計100人以上の戦死者を出しながら、ヒズボラの拠点建物や地下施設を完全に破壊することはできず、イスラエル北部の軍事的安定はおろか、元々の発端であった拉致兵士2名の解放すら実現できなかった。そのため国内でも作戦に対する批判が高まり、政府の調査委員会による調査の結果、エフード・オルメルト首相、アミール・ペレツ国防相、 ダンハルツ参謀総長の責任が厳しく指摘され、オルメルト政権はその求心力を失うこととなった。対外情報局や軍の情報網で把握できていた地点についても、散発的にイスラエル領内への攻撃が行われていることから、IDF による攻撃が十分になされていないことが、停戦後に判明した。このため、イアフキは停戦後もヒズボラの監視として、 レバノン領空の審判を繰り返している、レバノンの歴史、ありがとうございます。